時代に置き去りにされ国葬反対で意思表示、虚しい人々。国葬反対、少なくとも一国の元首相がテロの犠牲者になったというのに、それを政争の具にするのは何とも品性が下劣だ。立憲民主党泉健太党首は、当初は否定的でなかったのにおつむがねじ曲がった蓮舫ツイッターなどの無残な言い草をたしなめもしない。少なくとも政治家は性的にも敬意を持ち、またテロと戦う姿勢を示すべきだ。社会党浅沼稲次郎委員長暗殺の時、政敵自民党池田勇人総裁は明確にテロを非難した。それができない泉代表には、党首として以前に政治家としての資格がない。また、警備の費用のことを問題にするなど野党や偽リベラル系の人々は天に唾するものだ。それを言い出したら、例えば、全国から右翼が集まって最も警備が大変なのは、日教祖の強権集会である。もう二度とできなくなる、と八幡和夫教授は春野党の尻滅裂な反対を正す。当時から抗議デモが行われ、多くの参加者が国葬に反対の声を上げました。私たちの誇りあるですね、憲法第9条を踏みにじってですね、日本を戦争に向かわせる道を作ってしまった。黙ってられなくて、個人ですけど、一人でも反対の意見を述べたいなと思って。国葬について岸田総理は、左派野党やエセ文化人、一部マスコミがわざわざ国葬反対を表明した意味は何なのか。いくつかありそうな要因から一言で言えば、ソ連回帰を狙うかのようなロシアの暴虐、世界からつまはじきされる中国とか劣勢左翼が、己の存在感を必死にアピールしたい場なのだ。国葬反対しかプレゼンスを示せぬ虚しさを誰よりも強く思い知るのはこの連中自身のはずだ。安倍元総理の国葬に反対するグループが集会宣伝のポスターで、アメリカ政府や日本政府による対中国侵略戦争を許すな、と主張していることを知った。今でも中国が平和勢力で、日米が侵略を虎視眈々と狙っていると主張するグループがいる。昭和35年の安保反対騒ぎから半歩たりとも進んでいない。まさにガラパゴス、お聞きいただき感謝申し上げます。